皆さんこんにちは。ゼロから始める家族信託民事信託活用術チャンネル司法書士の斉藤です。今回はその家族信託の受託者を複数にした場合のデメリット、あと受益者代理人信託監督にどういうふうに活用していくのかといったことをお伝えしていきたいと思います。やっぱりそのご家族全体で、例えばご長男さんとご長女さんがいるご家庭で、そのご長男ご長女ご長女さん2人に財産管理を任せていきたいといったような相談って多いんですね。1人だけではなく2人で、ちゃんと子供2人で見守ってほしいっていうようなご相談です。こういった場合に僕ら今どういうような形のスキームを使っているかというと、この受益者代理人や信託監督人などを活用してご家族全体でそのご両親の財産を管理するスキームというのを作っていっています。どのようなそういう作り方とか設計方法をどういうふうにやっているのか、こういったことについて皆さんにお伝えしていきたいと思います。ではこういう相談で考えていきます。実家と預貯金の管理を家族で行いたいというようなご相談です。お父様が87歳でお母様が他界されているご家庭です。お子さんは長男長女のお二人で、お父さん名義の自宅と預貯金があります。で、最近父の認知症が少しずつ進んでいるので、今後の財産管理をどういうふうにやっていけばいいのかといったところについてのご相談を受けた事案です。で、信託を活用することによって委託者である財産を託すお父さんと、財産を管理する受託者であるお子さんとの契約によって、その親御さんの財産の名義を信託財産として移すことによって子供で管理することができるんですね。ではその具体的な当事者をどのように設定していくのかといったことを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。基本的な家族信託の設計については、今まで申し上げてきた通り、委託者と受託者が原則的な当事者です。委託者が財産管理を任せて、受託者が管理をします。で、その財産管理を任せたご両親は、受益者、実際的な権利を持っている人ですね。この人が財産管理をしていて、で、受益者が、ちゃんと受託者が、この財産管理を適切に管理、監督しているのかといったことを見守る役目になってくる。そして契約が終了すると財産を誰に渡すのかといった人、これが帰属権利者で、契約で定めた帰属権利者に信託財産が帰属します。だから引き継がれるわけですね。で、だから今話した通り、基本的な当事者は委託者、受託者、受益者、委託者と受益者同一人です。それと帰属権利者なんですけど、これだけだと受託者がちゃんと適切に本当に管理しているのかということを監督する人が受益者だけになってしまうので、ご両親がその高齢になってしまって、そのちゃんと監督することができなくなったら誰も監督できなくなるので、受託者に一任になってしまうんですね。また受託者が仮に万が一事故等にあった時に先に亡くなってしまった場合には、その財産の管理がもう宙ぶらりんになってしまって信託を進めることができなくなります。だからこういったことも備えて、これから説明していく受託者の万が一があった時にその財産管理を引き継ぐ後継受託者や、あと受益者の代わりに意思決定していく受益者代理人、あと監督をする信託監督人、こういったものを活用してその家族信託のスキームっていうのを作っていってます。まず受託者の役割、まずそこから一緒に考えていきたいと思います。まず受託者はやっぱり一番重要な人です。だってこの人の名義で財産管理することになるから、誰が受託者がいいのかっていうのをきっちり契約の中で決めます。大体僕ら見てると、こうご家族でお話してると、やっぱりじゃあご長女さんがよくそのご実家に来てるからご長女がいいよねとか、そうではなくて同居している長男がいいよねっていうふうに家族会議をしていると、大体適任者って決まってきます。なのでその適任者1人を決めて、その人に管理させます。で、全面的に何でもできるようになるのがご不安だったら、例えば自宅は売却できない、自宅を売却するためにはそのご親族であるご長女の同意を得ないと売却できないとかっていうような、処分ができなくなるような条項を信託契約書の中に定めるということも一案です。そして先ほど申し上げた通り、受託者が先に死亡してしまったりすると、その信託財産が宙ぶらりんになってしまって信託を継続することができなくなってしまうんですね。だからこれやっぱりその家族信託組むときはもう必ず言ってるんですけど、後継受託者を先に定めます。
その人にもし万が一があったらスムーズに承継できるようにあらかじめ定めておくんですね。なので家族信託、原則的には委託者兼受益者と受託者の2人で契約ができるんですが、それだと受託者が万が一あった時に何もできなくなっちゃうので、最低限この後継受託者っていうのを定めとく必要があるので、その私どもの考えだと最低3名いないと家族信託はできないということをいつもお伝えしています。あと場合によってはなんですけど、その家族信託の受託者を1人、まあ、あの個人ではなくちゃんと適任者が今はいないからということで、 あらかじめその一般社団法人や株式会社を作ってそちらを受託者にするという方法もあります。また法人を受託者にするスキームについては別の記事動画でご紹介したいなと思いますので、詳しくはそちらの記事をご確認していただければなと思います。でよくある相談なんです。受託者を1人じゃなくてそれだったら長男と長女の2名でやらせればいいんじゃないって結構聞くんですけど、これをやってしまうと受託者複数にしちゃうとその全ての意思決定について受託者の過半数の一致、つまり過半数っていうことは半分過ぎなきゃいけないから2人の一致が必要なんですね。しかもその金融機関での信託口口座も2人名義の口座っていうのを作ることができなかったりするので、どういうふうに管理していくのか、誰が管理するのかといったところが複雑になってしまいます。だからその受託者はご家族複数いたとしても必ず1人にしておくべきです。では他のご家族はどのように活用していくかというと、先ほど申し上げた後継受託者だったり、これから紹介していく信託監督人受益者代理人という立場になっていただきます。でまず信託監督人、どういうことをやるかというと、この受託者が適切に財産管理を行っているのかといったことを監督する人です。でどのような権限があるかというと、基本的に受益者については2つの権限があります。まず意思決定に関する権限ですね。信託を終わらせるとか信託を変更させるとか、あと受託者が辞任するから同意するっていう意思決定と、あと受託者が適切に財産管理をしているのかといったような自処理状況を確認するというこの監督権があるんです。信託監督人はその言葉の通り監督権のみです。意思決定に関する権限はありません。だから例えば信託の変更や終了するといったような意思決定はできず、あくまで監督をする、であと受託者が暴走しそうになったらそれを止めるといったような権限になります。なので会社でいうと監査役、まあ、意思決定していくのは取締役、経営していくのは取締役なんですけど、監督するという意味で監査役みたいな立場に立ちます。では受益者代理人は何なのかっていうと、これはその受益者に代わって受益者の代わりに意思決定ともろもろ行う役割を持ちます。なのでその受託者を監督する権利のほかに、信託監督人の権利のほかにプラス意思決定に関する権限も持ってるんです。だから大まかで言うと、まあ、ざっくり言うと受益者に関する権利をおおむね行使することができます。ただこういった場合に受益者と受益者代理人どっちが意思決定していけばいいのかといったところが煩雑になってしまうため、信託法ではその受益者代理人を置いた場合には受益者代理人のみが意思決定できるようになるので、受益者本人が意思決定権利行使ができなくなるので注意をしておいてください。ではこれらを踏まえて家族全体で家族信託民事信託を進める場合、どういうふうに設計していくのかといったことをお伝えしたいと思います。なので今言った通り、そのまず契約の当事者として長女を受託者として設定します。でそのお父さんの判断能力の低下に備えて、あらかじめ受益者代理人として長男を設定しておけば、そのお父さんが判断能力をなくなった後でも、まあ、今からもそうですけど、お父さんの代わりに意思決定や受託者が暴走しないかっていう監督もすることができるんですね。あとその受託者が、まあ、万が一その何かあった時には、まあ、これは契約の条項の中で定めておけばいいんですけど、その後継受託者として長男を設定しておけば、受益者代理人、まあ、ご長女が元気でやってくれてる間は長男は受益者代理人、長男が万が一があったらその長男は受益者代理人を辞めて後継受託者として管理するっていうスキームも作ることができるんですね。
こうすることによって家族全体でご両親をサポートしていくといったようなスキームを作ることができます。ではここでまとめたいと思います。まずこの家族信託民事信託の原則的な当事者は財産管理を託される受託者、後継受託者も含みます。あとそれを任せる委託者兼受益者、そしてあと信託を終了時に信託財産を築く帰属権利者なので、ここの役割を全部満たすためには最低限3名は必要です。なぜかというと後継受託者定めておかなきゃいけないから。あと今言った原則的な当事者に加えて受益者を保護するために信託監督人、受益者代理人を置くということを考えていきます。で受託者がやっぱり一番重要なので、万が一この受託者適任な人がいない場合は法人を使うっていうことも検討です。ただ法人を使う場合には管理コスト等かかってくるので、その辺の費用面も合わせて考える必要があります。それと最初にも申し上げた通り、受託者に万が一があった場合備えて必ず後継受託者を定めてください。で受託者は必ず1名です。複数置くとその管理が複雑になります。で他の家族を関与させたい場合には受益者代理人や信託監督人という立場役割を活用していくと良いでしょうということです。今後もこのチャンネルでは定期的に家族信託や生前対策の最新情報をアップしていきますので、ぜひ今後もご興味ある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。